小一どうもこのアートポンチ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 ポンちょっとこのもうパネルを作る作業は割愛しますが、パネルに和紙を貼っていく作業をします。はい、紙は日本画では和紙を使います。まず水、これです。刷毛に水をつけます。はい、して水をつけていくんですけど、これ均等に塗るにはまず横バッテンを描く。そして次に十字。であとはもう余ったところを塗っていく感じで水割りしていきます。でなるべく均等に、そしてあんまり水塗りすぎてもブヨブヨになっちゃって乾いた後よれたりするので、なるべく薄めに均等にした方がいいと思います。で、あ、これ濡れたかなと思った時にこうやって横から見ると、こうなんて言うんだろう、もう白っぽい部分が濡れてないので、これをまたハケで、一度塗ったのをまたハケで伸ばしていって、なるべく均等にしていく。で、これがジャーンと水張りテープです。これはこの裏に水を塗ると粘着質になるっていう、裏にノリがあるテープです。これをちょっと水の乾いてる間にこう長さより少し長めにやります。そしたらこうパネルに合わせて、まずこの水を伸ばしていきます。水がついてると少したわむので、乾いた時にパーンってなるように、またなんか厳密に言うとパーンってなりすぎると良くないみたいなんですけど、ちょうどいい感じで、結構和紙は水を結構吸うので、ちょうどよく水を塗るっていうのが結構難しいです。でこの空気を抜いていく感じで、こう空気が入っちゃうと、ここが乾いた時にここに空気が入ってシワが入ってしまったりするのかな。空気を抜いていく。水張りがうまくいってると、まあ、気持ちよく描けるっていう、日本画描いてる人にあんまりありえないけど、あそこの2枚とか濡れてて、でっかい紙だと結構難しいですね。絵の具とか水をいっぱい使わないものだったらば、逆に言えばそんなに水張りなんかしなくても、紙をただ貼って画鋲やってるだけでも特に紙はよれないんで、ただ水を多く使う絵は水張りしとかないと完成形がヨレヨレになってしまうので、水張りしてるっていうだけで、昔の屏風画とかなんかそんなに、結構和紙自体が分厚くって、そこに多分直接描いていて、後で貼り付けるっていう作業だけで持たせてると思うんですけど、そういう掛け軸をやるっていう技術も習得したら行きたいですよね。一回大学行ってる時に掛け軸かなんかに作ったことありますよ。その時は絹に絵を描いて、その絹を最後糊で貼り付けるっていう、紙がもうちょっと粗い絹で。もう角から空気が入りやすい、とにかく角を
空気を抜いていく。こんな感じですね。まあ日本が踊りを踊ったりいろいろしてる中で絵っていうもの、芸術って呼ばれてるんですけど、日本画っていうのはもう日本画をやる自体でかなり呪術なんですよ。ニカワっていう液体も動物の腐った骨とか皮とかでできて、ちょっと匂いもするんですよ。でそれをもうノリ代わりにしてて、だから命っていうかそのままをそのままつけてるし、こういう色とかももう石とか宝石の綺麗なものをそのまま持ってきたような感じですね。この白なんかはハマグリの外側からできてて、呪術っていうかそのまま命を貼り付けて、それでもって自分の芸術を作ろうみたいなところがあるので、呪術的な意味って言えば、もうだから自分の髪の毛とか爪とかつれてたらなんか気持ち悪いとか、ちょっと奇抜なアーティストだなみたいに思われがちだけど、こうね、自分の皮膚を貼ったりとかなんかしたら、もっとそれ、そんなことよりも怖いというか、やってる時点で結構呪術だったり、クリみたいな意味合いがすごく深いのかなと思うんですよ、この日本画をやる時点で。ちょっと今回考えてるのは、この間畑に行ったら、ちょっと人の畑の一角のとこをずっと通り道があったんで、ったらすごい匂いがして、パッと見たら大きな山があったんですよ。大根とかきゅうりとか、それが全部雨かなんかでダメになっちゃったものが固まってて、それがすごい匂いを伴ってて、なんかそこに蚊とか虫とかがブンブンいるんですね。すっごい蚊に刺されたんですよ。蚊ってなんか病原菌が入るとか不潔だとか、そういう信号にも似てるのかなと思って、そういうわーってなんかわーってかきむしるときにあっち行けみたいなのと、なんかこの物が腐って、なんかこの階段っていうかお化けがこの取り付いてる、それでその畑の真ん中に腐ったものがドロドロとあって、あ、なんかお化けを見たなと思ったんですよ。日本のお化けのこのドロドロと溶けてる感じっていうのは、なんか腐っていくものが怖い、だイコール自分の死が怖いってことでもあると思うんですけど、あと日本人ってこう清潔で、その腐ってるものっていうのは排除、どんどん排除していく性質があるものだと思うんですけど、なんかそれと同時にね、農業の国だからもったいないっていう意識はあるわけですよね。多分もったいないっていうのと恨めしやっていうのと、それと同時にそのなんか腐ったものが怖いみたいな、なんかそういう死のイメージと腐ったもののイメージが日本人の怪談話とか恐怖心に来てるんじゃないのかなと思って、私はそのなんか恐怖心っていうか恐怖を煽るようなものっていうのは結構興味深いところはあって、その畑で腐ってて匂いがあって蚊がブンブン飛んでて、わーって思って自分がすごい身体的にこの逃げたいっていう衝動に駆られる、わーってなった、あれがでもお化けなんじゃないのかなと思って、なんかそういう要素をちょっと絵に入れ、だからお化け的な要素をちょっと絵に入れたいなっていうふうに感じてます。見てくれてボコボコでありがとうございました。ママ、ママ次回もお楽しみに。チャンネル登録お願いします。